第二次世界大戦西部戦線第二次世界大戦における西部戦線は第二次世界大戦におけるヨーロッパ戦線のうちドイツ及びその西方に位置するフランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、デンマークなどにおけるイギリス、フランス、アメリカ合衆国などの西側諸国とナチスドイツをはじめとする数軸国の間で行われた一連の戦闘を指す。対する東部戦線は 数軸国とソビエト連邦の戦闘を指す。ドイツ陸軍のポーランド侵攻とそれを受けて行われたイギリス及びフランスの戦線復刻により第二次世界大戦は開始された。英仏領軍はマジの戦からベルギー国境にかけて部隊を配置したが第一次世界大戦における防御側有利の経験に基づいて積極的に攻撃を仕掛けることはなかった。 この時期は、まやかし戦争と呼ばれる。1940年4月、ドイツ軍は北欧の資源確保を目的としてデンマーク及びノルウェーに侵攻した。ドイツ軍も南北に長いノルウェー全土を短期間に占領することはできなかったが、徐々に占領地域を広げ、連合軍はノルウェーから撤退した。1940年5月、 ドイツ軍によるベネルクス三国及びフランス侵攻が開始された。戦車の集団的運用を核にしたドイツ軍の電撃戦によって英フッツ軍の前線は突破され、フランス政府と軍首脳は数日のうちに戦意を喪失した。英陸軍はダンケルクの戦いにおけるドイツ軍のミスによりイギリス海外派遣軍のほぼ全てを英国本土に撤退させることに成功する。 南方に進路を変えたドイツ軍は、パリをはじめとしたフランス北部を占領し、さらに、イタリア王国もフランスに対して、侵攻を開始した。首相に指名されていた全大戦の英雄である、フィリップ・ペタン政府との間に、独仏休戦協定が結ばれた。フランス北部を占領下に置いたドイツ軍の矛先は、ブリテン島へと向けられた。上陸作戦の前に、 制空権を確保しようとするドイツ空軍とそれを迎え撃つ英空軍との間で行われたブリテンの戦いにおいてイギリスはドイツに勝利を収めドイツはイギリス侵攻計画を中止する1941年ドイツ軍のソ連進行作戦であるバルバロッサ作戦が開始されるとドイツ陸軍の大半はこの作戦に従事しその一方で西方の防衛も考慮されており 英国海峡沿いのフランス北西部海岸線には大西洋の壁と称された防衛線の構築が開始された。苦戦を続けるソ連軍の負担を和らげるため、スターリンは米英両国首脳に対して西部戦線の再構築を要求した。兵団が未だ整っていなかった連合軍では強行偵察的な上陸作戦をフランス北部に行うことを決定し、 カナダ陸軍部隊を用いて1942年8月19日にディエップへの上陸が決行された。ずさんな計画に基づいて行われたこの攻撃は完全な失敗に終わり、参加部隊の3分の2が損害を負った。その後、約2年間、西部戦線においては特殊部隊の散発的な攻撃やレジスタンスによるゲリラ以外に大規模な戦闘は行われなかった。しかし、 大西洋においてはヨーロッパ大陸への反抗に向けて北、アフリカを含む地中海制圧を目指す連合国とイギリスへの海上補給を遮断しようとするドイツ軍との間で海の戦いが展開された。また、ドイツ本土に対して米空軍第8軍及び米空軍による戦略爆撃が行われ産業や国民生活に影響を与えた。 ノルマンディ上陸作戦図ヨーロッパ大陸への進行計画は1943年3月から検討が開始され、後にオーバーロード作戦という一組名で呼ばれるようになった。連合軍が大陸側の港を確保できるまでの間の物資の補給の問題を解決するために2つの人工庫を設置することも計画され政策が始められた。 1943年12月には、連合国遠征軍最高司令官に、アイゼンハワーベ陸軍中将が任命され、作戦の詳細な計画が進められた。この間、アメリカからは大量の物資と150万人を超える兵員がイギリスに到着し作戦開始を待つことになった。上陸日は、潮位、月齢、天候予測などをもとに6月6日とすることが決定され、 この日に、ノルマンディへの上陸と海岸の内陸部への空挺部隊の降下が行われた。連合軍は、上陸地点の一つのオマハ海岸での苦戦などがあったものの共闘歩の確保に成功した。連合軍は、ノルマンディの西側に位置するシェールブールを物資の補給港とするために早期に占領を目指したが、ドイツ軍の激しい抵抗のため占領できたのは6月26日であった。 しかも港の施設はドイツ軍が徹底的に破壊していたため、修復や機雷の除去に時間を要し最初の船が不当に接岸したのは8月9日となった。一方、連合軍の共闘歩から南の内陸部への前進はこの地域特有の多数の池垣を巧みに利用して防衛するドイツ軍のため、なかなか進展しなかった。7月9日、イギリス軍は カーンの街を占領したが、イギリス軍の損害も大きくすぐに次の前進をすることは困難であった。カーンの南へ前進するグッドウッド作戦はイギリス軍とカナダ軍により7月17日に開始され、ドイツ軍を後退させることはできたもののドイツ軍の防衛線を突破するには至らなかった。戦線の西側を担当していたアメリカ軍は、 ドイツ軍の防衛線を突破するため7月25日にコブラ作戦を開始した。この作戦によりドイツ軍の防衛線は突破され8月に入るとアメリカ軍は急速に前進した。これに対しヒトラーは反撃を命じ8月6日にドイツ軍はリュティヒ作戦を開始した。しかしドイツ軍は逆にファレーズで連合軍に包囲されてしまい。 8月21日まで続いた戦闘でドイツ軍は一部が包囲を脱出できたものの壊滅的な損害を被った。この間、連合軍は8月15日に地中海側の南フランスでもニースとトゥーロンの間に上陸と空挺部隊の降下により進行したが、この方面のドイツ軍は大きな抵抗をせずに退却した。ファレーズ後の西部戦線のドイツ軍は 組織的な抵抗はできなくなり、連合軍はさらに東へ進撃して8月25日にパリを解放した。1944年8月26日から9月14日までの前線陥落したジークフリート戦を進行する連合軍連合軍は、その後も急速に東のドイツ国境に向けて進撃し、9月の初めにはベルギー国境を越えブルッセルを解放した後、 9月14日に一部の部隊がドイツ国境にあるジークフリート線に到達した。しかし、ノルマンディの人工港から前線までの距離が長く、なるに伴い前線への物資の補給が間に合わなくなり、8月末から9月の第2週に入ると前進が遅れまたは停止する状況になってしまった。この時点で西部戦線のドイツ軍は3方向を連合軍に囲まれていた。 北部はバーナード・モント・ゴメリー大将に率いられた英陸軍第21軍集団中部はオマル・ブラッドリー中将が率いる英陸軍第1 2軍集団南部はジャコブ・エルデバースの英陸軍第6軍集団であるこれら西部戦線の部隊は米軍のドワイト・ D ・アイゼンハワーが連合国遠征軍総司令部より統括していた北部フランス及び ベネルクス諸国については、英国への V2 の発射を阻止するために、早期の占領が重要視されていた。ドイツ軍は海岸線撤退の際に港湾を破壊していたため、連合軍の物資補給に問題が生じ始めたが、ノルマンディの仮設港湾から大量のトラックを用いて物資を送り込む赤玉急行によって、連合軍は9月になるとドイツ国境にまで到達した。 9月4日には、ベルギーのアントウェルペンが、英陸軍第11装甲士団によって解放され、連合軍の新たな補給拠点となったが、アントウェルペンは、ソヘルデ川川口部を遡上した内陸に位置しており、川口域周辺のドイツ軍を完全に総討するまで、補給用途には使用できなかった。9月14日、米軍は、ドイツ国境を越えて、シュトルベルクを占領し、 9月19日からヒュルトゲンの森に立てこもるドイツ軍への攻撃を開始した。この一連のヒュルトゲンの森の戦いにおいて、ドイツ軍の抵抗は激しく、戦闘は1945年2月まで続いた。この頃から連合軍の指揮に乱れが見え始める。モントゴメリーは自身の陸軍部隊総司令官への任命と、ベルギー・オランダを経由したドイツ本土侵攻を主張した。 あくまで広範囲の戦線を維持した上で、中部国境地帯を中心とした攻撃を計画していたアイゼンハワーとの間には緊張が走り、一時的ではあるが、モントゴメリーの解任さえ決心された。妥協案として空挺部隊を利用したオランダ侵攻が決定され、9月17日にモントゴメリーはマーケットガーデン作戦を発動させた。 ドイツ本国への進撃路の確保のためにこの作戦に従事したのはイギリス軍を主力にポーランド、アメリカの空挺部隊でありオランダ南部の都市であるアイントホーフェン、内メーフェン、アーネムの3カ所に降下した。しかしラインガー北岸のアーネムの町に降下したイギリス第1空挺師団は偶然同地付近で休養していたドイツ軍機構師団の攻撃を受け 壊滅的な損害を受けて敗退した。他の地区に降下したアメリカ軍空挺部隊の作戦は成功し、オランダ領内に長さ 96km の回路を確保することができたものの、アーネムでの敗退により、ライン川を越えて共闘法を築き、ドイツのルール地方を占領して戦争を早期終結させるという夢は消え去った。マーケットガーデン作戦の失敗後、 アントウェルペンの港を使えるようにするために連合軍の進攻が開始され、スヘルで川南岸に形成されていたブレスケンスポケットはカナダ、ポーランド軍によるスイッチバック作戦によって大きな犠牲を払いながらも奪取された。また、スヘルで川北岸のドイツ軍を相当するインファチュエート作戦でカナダ第一軍を中心とした連合軍が勝利を収め、 11月28日には、嫌いが除去されて、港湾の利用が可能となり、連合軍の物資補給体制は大きく改善された。一方、米軍は10月2日に、アーヘンの攻撃を開始した。ドイツ本土における最初の都市であったアーヘンの防衛のため、ヒトラーは、どのような犠牲を払っても町を確保することを命令した。 双方に5000人の死者が出たアーヘンの戦いの後、10月21日に町は占領され、5600人のドイツ兵が捕虜となった。東西双方において圧迫されていたドイツ軍は、戦局をひっくり返すために、ラインの守りと題した作戦を計画した。1940年のフランス侵攻と同じように、アルデンヌの森を通過した後に震度を北部へと取り、 英仏海峡に至る計画であった。作戦は、連合軍の制空権が機能しなくなる、悪天候を狙って12月16日に決行された。奇襲は成功し初期の目標の占領には成功したが、天候が回復してくると空襲のために全身が、はかどらなくなり、パットン将軍率いる、米陸軍第3軍の反撃を受けるなどして、翌1945年1月15日には、 元の前線にまで押し返された。1945年4月19日から5月7日までの前線ドイツのバルデンブルクを進行する米軍トルガウで出会い、肩を抱き合って記念写真を撮るアメリカ軍のロバートソン中尉とソ連軍のシルバシコ中尉バルジの戦いで西部戦線は数ヶ月の停滞を余儀なくされたが、1945年2月からアイゼンハワーは 長大な戦線の前面で前進を支持し、徐々にライン川西岸に迫っていた。3月1日は、レマーゲンにてライン川東岸に撤退するドイツ軍が爆破し損なった橋梁を発見し、ライン川とかへの足がかりをつかんだ。そして3月下旬には、前線の大半がライン川西岸に到達し、3月23日より大規模なライン川とか作戦、翌24日には、 アメリカ軍の都下とルール工業地帯包囲を目的としたバーシティ作戦が展開され、両作戦は成功裏に終わった。ライン川を溶かした連合軍は北ドイツへはイギリス軍、中央及び南ドイツへはアメリカ軍が進攻を開始し、4月5日にはアメリカ軍がハノーファーを占領した。その後もカッセルやニュルンベルク、ハンブルクなど一部の都市を除いて、 ドイツ軍の抵抗は少なかったため、連合軍の進軍速度は速く、4月11日にアメリカ軍はマクデブルクを占領した後、翌4月12日にはデッサウ近郊でエルベ川を溶かし、ベルリンまで 100km の地点に到達した。アメリカ軍内部では、ベルリンへの進撃を唱える声もあったが、4月15日にソ連との事前の取り決めとアルプス国家要塞の情報を警戒した。 アイゼンハワーはベルリン進撃を取りやめる命令を出した。そのためアメリカ軍はエルベ川西岸で進軍を停止し4月25日にエルベ川下のトルガウ近郊でソ連軍1中クライナ戦線第5新英軍の部隊と初めて出会っている。一方西側連合軍は北ドイツ及び南ドイツとオーストリア方面へは進軍を続けた。北ドイツでは イギリス軍が5月2日にハンブルクを占領することでデンマークへの進路を確保し5月7日にリューベック近郊のビスマールでソ連軍と遭遇している南ドイツでは進軍したアメリカ軍が4月28日にミュンヘンを占領しさらにオーストリアのチロール地方に進軍した4月末アメリカ軍第3軍はチェコスロバキア国境を越えて進軍したため チャーチルは4月30日に、チェコスロバキアの首都であるプラハを確保するよう、アメリカ軍に要請したが、拒否されている。第3軍は5月6日に、ボヘミア地方西部のプルゼニを解放しているが、アイゼンハワーの命令によりそこで進軍を止めている。一方、ベルリンでは4月30日に、ヒトラーが自殺した。そして後継者とされたカールデーニッツ提督の下で、5月8日に、 ドイツ国防軍は無条件降伏をした。ありがとうございます。